そろそろラジオの時間なのに、ペコリーヌ様、まだお帰りになりませんね。今日はこんなに寒いのに、何かあったのでしょうか。心配です。確かにちょっと遅いわね。またクレジッタのやつに捕まってるのかしら。しょうがないわね。私が迎えに行って。たった今。びっくりした。っていうか風が寒い。ドア早く閉めて。ああすみません、キャルちゃん。お帰りなさいませ。ちょっと遅かったですが、帰り道に何かありましたか。そうなんです、帰り道に会ってしまったんです。何があったっていうのよ。みんなにとっておきのお土産です。じゃじゃーん、焼き芋です。美味しそうでしょ。ほらほら、いっぱい買ってきましたよ。とてもお腹が空いていたので歩きながら半分は食べちゃったんですけど。これで半分って。ああ、お店の人も焼くの大変だったでしょうね。でもとってもいい匂い。すごいです。お芋の一つ一つが輝いています。この量があればそのまま食べる他にも料理してみても良いかもしれませんね。焼き芋プリンタルトなどどうでしょう。あー、いいですねそれ。焼き芋の食べ方無限大、やばいですね。ねえねえ、後で調理するのもいいんだけど、ほかほかのうちにまずはそのまま食べない。キャルちゃんたらもう同感です。では今温かいお茶をお入れしますね。それでは、美味しいお茶と焼き芋をお供に。プリコネチャンネルリライブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす、ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす、コッコレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす、キャル役立花成香です。今回のオープニングショート、ドッドン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 、コント台本はプリコネーム焼き芋と抹茶とプリコネが好きなキシちゃんの投稿でした。ありがとうございます。食べたい、食べたい、焼き芋が食べたい。食べたいよ。全然食べなかった今シーズン。ホクホク派、ねっとり派。うわー、ねっとり派。私もです。蜜がたっぷり、ね、いやトレンドでしゅね。食べたい、食べたいですね。はい、さてさて、今回のオープニングの話題、プリンセストークのお題も来ております。こちら、プリコネーム頑張ったゆうきさんからいただきました。ありがとうございます。理系のみんな、ぶっこおいっす。おいっす。新しいイベントは真冬に水着という一見季節感ぶち壊しな内容ですが、皆さんならどのプリンセスとどういう季節感ぶち壊しな行動を取りたいですか。私は日和ちゃんと冬の学校帰りにアイスを食べたいです。うわー、あ、なるほどね。なんか季節とやってることが逆みたいなことだと思います。うわー、うわー、ちょっとクレジットさんお借りしていいかしら。はい、お借り。もちろん。暑い夏にあちあちラーメンちょっと一緒に食べたいかも。クレジットさん絶対いいリアクションしてくれそう。うんうん、確かに。そしてメガネを曇らせたい。ああ、いいですね。いいな。これ難しいな。難しいですね。難しいな。あえてですよね。あえて、あえてか。なんだろう。あ、そうか。地球の裏側では真夏にクリスマスか。おお。そうですね。そっか。そういうこと？確かに。そういうこと？あとなんだろう。っていうことは夏にクリスマスの衣装を着ることもあるってことですよね。水着？そうか。なるほど。水着じゃなくて、ちょっと布が少なめなサンタ服が来る可能性はあるってゼロじゃないですよね。うん、話が変わってきた。なんかちょっと変わってきた。誰に来てもらおうかな。いいな。コースですか。うわ、最高。路線変更した。
サンタコスなんかみんな着た方がいいですからね、できれば全員。あ、こたつでアイスとか。わあ、それありますね、確かに季節が、ね、冬にアイス、かき氷、うんうん、いいですね。夏、うわ、悲しい、意外と出てイベントエンジョイしようよ、イベントエンジョイしよう、始めましょう、始めましょう、ね、始めましょう、もう行きましょう。さて、プリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第337回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ。改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌグマオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨香です。今回の番組前半のメールテーマは普通のお便りです。イエーイ。プリコネについての普通をご紹介します。はい、プリコネームシルバーペンギンさんからいただきました。ありがとうございます。美食店の皆さん、おいっす、おいっす。2月に更新されたメインストーリー第3部6章まで見させていただきました。今回は温泉会ということもあり幕愛や、サブストーリーも肌色成分多めで、ジオゲヘナが初めていいところだと思いました。フレイヤをはじめとする敵の目的や力を失ってしまった鳳凰、それにペコリーヌ一行の探し物は見つかるのかと、まだまだ先が見えないジオゲヘナですが、次回の7章もワクワクしながら待ちたいと思います。いいとこそうだよな、やっと、やっととか言うかね。そう、ちょっとね、いろいろありましたからね、ジオゲヘナはね、温泉あってよかった、よかった。では続きまして、プリコネームオザキングさんからいただきました。ありがとうございます。まおちゃん、ミック、リッカ様、おいっす、おいっす。ストーリーイベント、真冬の真夏と聖なる学者のリセーヌ、読ませていただきました。端的に還元すると、作品は爆発だです。現場からは以上です。爆発があの比喩じゃないみたいな、すごかったですけど。同じくですね、そちらのイベントについていただいております。プリコネームテレジオ在学ナチさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆様、おいすおいす、初メールでーす。ついに仲良し部の新イベントがやってきましたね。はい、私がプリコネを始めてから早3年、仲良し部の新イベはリアタイでやったことがなかったので、とても楽しみにしていました。お、予告にあった冬といえばサマーに大困惑でしたが、メルクリウス財団の手にかかれば何のその、笑いあり笑いありのストーリー内容で、それに巻き込まれていく仲良し部とテレジョの方々が面白すぎて終始笑いが止まりませんでした。安定の爆発も見ることができて大満足です。さすがユニちゃんズ、いえ仲良し部、今後実装するユニちゃんやクロエちゃんも絶対仲間にします。ジエルちゃんの実装も待ってます。いただきました。はい、そうですね、いや、今回も極まってました、ね、ならではな、はい、感じでしたね。伏線回収が早い、すごい。言わない方が言わない方がで、そしてあのびっくりはてなのエフェクトにも、しましたっていう感想もね、多くいただいておりました。確かにびっくりした。いやー、おとみちゃんもな、すごい顔、すごかった。いや、面白いですね、本当に。ではでは続きまして、プリコネームどんどんどんさんからいただきました。ありがとうございます。美食伝の皆さん、おいっす、おいっす。ガチャ自慢のお便りです。はい、本日ここまでということで。そうですね、はい、ということでお送りしました。終わりました、プリコネチャンネルです。すごい、終わっちゃったよ。何のあれなのか、いつもガチャ自慢は私なんですね。ほんと確かに、そればっかり読んでる、ね、切って差し上げましょう。先日のプリンセスフェスで実装されたエリスを、なんと無料10連ガチャ一発でお迎えすることができました。そうでしょよ。ついでに、プライズでも一等プラスその他でメモピを50個近く獲得できましたし、大満足の結果でした。さて、皆さんのガチャの結果はいかがでしたか。
ということですね。うわ、3、4回天井に頭打ったから、いや、痛い天井が、やめボコボコですよ、豆みたいになっちゃう。いやすごい運の持ち主がいるもんですね。いるもんですね。ここに書いてくれる人は、まあ、意地でお迎えしましたよ。意地ですよ、我々からしたら、はい、へえ。では続きまして、プリコネームプリコネレンジャーライダーさんからいただきました。ありがとうございます。マオさん、ミクさん、リカ様、おいっすー、おいっすー。ついにプリフェスガチャで待望のエリス様が実装されましたね、うん、ちなみに僕は天井でした。ありがとうございます。ありがとうございます。さて、エリス様関連ですが、その後実装に伴って4コマ漫画プリコネ509話にてまさかのエリス様の登場、うん、さらには隣に我らが岸くんが登場しました、うん、2人の会話が尊いです、うん、あとエリス様の表情や反応がいちいち可愛すぎます、うん、僕たちはなんでこの人と対峙して戦おうとしていたのでしょうか。いつかこのラジオでエリス様役の桑島宝子さんと岸くん役の阿部敦さんをゲストに、この回を声付きでやってほしいです。わー、やってほしい。スタッフの皆さん、ご検討お願いします。いや、そう、そお願いします。そんな豪華な、そんなプリコネ4コマ、うん、見たい、聞きたい。岸くんがしっかりして見える、うん、とてもエリシュシャマ、エリさんも可愛いんだよね。ということで、以上今回の番組前半はプリコネについてのふつおたでした。いつも投稿ありがとうございます。ゲームプリコネにはキャラクター、ストーリー、バトル、イベント、ギルドハウス、楽曲、グッズ、布教など多彩な要素がありますので、いろんな角度からメール送ってみてください。投稿よろしくお願いします。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで1曲お聞きください。ストーリーイベント真夏の真冬と聖なる学者のリセンヌエンディング曲、チエル CV 桜あやねさん、クロエ CV 種崎あつみさん、ユニ CV 小原好美さんで妄想サマーハレーション。アパチュエルハラスメント、hey! 行き先はサンセットビーチ、最高になってみせるラブファンタジー。先生、これは何ですか。恋ですか、愛ですか、後のせいですか。この高鳴りわかんないみたい。刻み出す心拍数、弾むリズムさえ感覚がドクドクと短くなる気がする。ギラギラと照らす太陽に微熱上げて眩しすぎるし、広くてイマジナリーバケーション、ハイテンション乗り遅れてもグッデイ、恋はスローモーション、全てはもうそのサマーハレーション。ずっとじりじりこじれるロンリネス、曖昧ない毎日本気でときめき止まらない。マジナリバーケーション、収録終わってるよ。どうします、どっかで打ち上げてきます。反省会しましょう、反省会。いや、歌詞忘れてんじゃん。プリコネチャンネル二大分。では今回の後半はまずこのコーナー、プリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、あのプリンセスの優等生モード実装、どんなキャラの特集です。はい、ではでは早速、プリコネームあゆみのプリンセスナイトさんからの初音の優等生モード実装、どんなキャラ。超能力を使っても眠くならない。おー、いいですね。いいけどスヤを見たい、見た目が可愛いんじゃ。続きまして、プリコネームグリマーさんからのアンナの優等生モード実装、どんなキャラ。難しい漢字が読めない人に配慮して全部振り仮名を振ってくれている。
優しい。すごいな。もうそれはそれで大変な大変な作業ですけどね。ありがたい。続きまして、プリコネームペッコリーヌさんからのイリアの優等生モード実装、どんなキャラ？この町はわらわが支配してやろうと町内会の役員を務める。めっちゃいいじゃん。リーダー、ね、優等生だ。すごいな。どんな町になるのやら、めっちゃこうゴミ捨てのこう決まりとかすごい取り仕切ってくれそう。ちゃんとやるのじゃ。続いて、プリコネーム魔術修行中の魔術師さんからの、出たな、ギャルの優等生モード実装、どんなキャラ？ぶっ殺させていただいてよろしいでしょうか、と相手に許可を取るようになった。いい口調だな。いい口調ですね。いい口調言ってもらいたいね。言ってもらいたい。ありですね。メガネつけてね。ちょっと面白い。いいですね。いいな。見てみたい。もうこの人に言おう。そっくりそのまま。そっくりそのまま。お送りします。続きまして、プリコネームシルバーペンギンさんからの、カヤの優等生モード実装、どんなキャラ？丁寧に挨拶、お辞儀をしてくれた後にぶん殴る。一例まあ、まあ最初はやっぱ優等生モード。そうですね、優等生モード、ね、間違いないですね、まあ、優等生モードをもってしてもそこは、そこはぶれないですね。なるほどな。続きまして、プリコネーム相田つみおさんからの、岸くんの優等生モード実装、どんなキャラ？コッコロがアルバイトで稼いだお金をもらうとき、いつも僕のために働いてくれて本当にありがとうと感謝の言葉を忘れない。優等生ちょっと違う。まあでもそこモードは強い。より上がっちゃっている。くんぐことじゃないんだよ、優等生は。やっぱだって、やっぱちょっとずれてる。コッコロの金だもん。ねえ、そうよ、ね、結果コッコロの稼いできたお金の、どうしたらいいんだろうな。今までどうやってもらってたの？この子はどうしたらいいんですか？本当にどうしたら。全くもう、あら。続いて、プリコネームリズ KK さんからの、京香ちゃんの優等生モード実装、どんなキャラ？岸くんを見かけたらすぐに防犯魔石を鳴らす。ビービービーあ、いた。すぐね、はい、ありがたい。続きまして、プリコネームエトセトラ R さんからの、イオ先生の優等生モード実装、どんなキャラ？メガネは燃えるが肌の露出面積が大幅に減る。血涙って書いてある。これを書くのも苦しかったんでしょう ね。本当は書きたくないけど、書きたくないけど思いついちゃったの、これを。こんなことにはなってほしくないって。見えないことの魅力というものもありますからね。あ、ほら、あのボタンがちょっとあや、ボタンの強度が危うく、強度が。では続きまして、はい、プリコネームアテムさんからの、スズナの優等生モード実装、どんなキャラ？授業中、イオ先生からテストを返却された時、スズナちゃん、今回のテスト5教科すべて100点満点で学年トップよ、ちゃんと勉強してて本当偉いわと褒められると、鼻で笑いながら、え、授業で習ったことがテストに出るんだから100点取れるとか当たり前じゃんと真顔で言い出す。強っ。言うと、そうだよね、そういう人もいるよね。優等生のなんかおっしゃる通りだ。おっしゃる通りです。うわ、なんででしょうね、習ったことが出るのにな。なんで100点取れなかったんだ。取れないんでしょうか。ねえ、なんで。いろんな人に刺さるよ、これは。本当に。はい、ということで以上、プリコネ大喜利でした。プリコネ大喜利、現在募集しているお題は、あのプリンセスとあのプリンセスの意外な関係とは、あのプリンセスの優等生モード実装、どんなキャラ。そして継続するお題は、ゲストさんがいらっしゃった時の、誰々が美食伝に加入したらです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。そしてそろそろお題も入れ替えの時期、新しいお題が思いついたらそちらも投稿お願いします。回答例を添えていただけるととてもとてもありがたいですよ。はい、
では続きまして、お待たせしました。ゲームをプレイしていて、真央さん演じるペコリーノにハグされて慰められたいことを送っていただく、ペコリーノのギューってしてあげますです。イエイエイイエイエイ。プリコネーム変態不審者さん、かっこ女性ですけど何かさんからいただきました、うん、ありがとうございます。周年アニバーサリーガチャ、うんうん、それは星さん確率2倍にしてピックアップキャラも2倍になり 1.4% で当たるガチャ、うん、そして無料10連期間に行われるガチャでもある。今まで周年の新キャラは無料10連で当たっていた、うん、しかし今年初めて無料10連で当たらなかった。それどころか天井に達してしまった。二次率は決して悪くはなかった。時には3枚出てきてくれた、うん、しかしピックアップの日和アストラルどころか未所持工場キャラすら出なかった。ニューイヤーからアストラルまで4連続天井。今私は失ったジュエル以上に心が人肌を欲している。ペコさん、こんな私をギュッとして慰めてください。来ておるじゃん。あるな。もうちょっと感情がなくなっちゃう。メールからも、もうね、もう慣れつ、もうただただ事実を書いているという、書いてくれて、これ本当人の心を取り戻してほしいと思います、うん、私も、ね、はい。それでは、ペコリーヌのギュってしてあげますです。どうぞ。変態不審者さん、さ、こっちに。ギュー。もう、言葉はいらない。この、私のハグのぬくもりで、冷えた心を温めていきましょう。ありがとうございます。苦しかった。シリアスでしたね。いや、もうそれまでたくさんさ、こうね、それまでにプリンセスをお迎えしたからこそだよ。そう、ね、ちょっと来ちゃったのかも、今回は。そうだよ、そうね、次はきっと、そう、また戻る。だって二次率は決して悪くなかったんだから。3枚すごいよ。すごい、十分ですよ。すごいよ、うん、大丈夫です。ということで、以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とペコリーヌのギュってしてあげますをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリダイブ、プリコネインフォメ。ではここでゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。復刻イベント情報です。3月18日より復刻ストーリーイベント、猫と駄菓子の喫茶店カフェナッシュカッツにようこそが開催予定です。まだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてください。アップデート情報です。3月15日からメインクエストのノーマルにエリア69の前半、ハードに68の3が追加予定です。68の3では声楽祭バージョンのユニちゃんのメモリーピースを獲得することができますよ。またメインクエストの追加に合わせてメインストーリー第3部第7章の前半と新たな装備品が追加されます。そしてプレイヤーレベルとキャラレベルの上限が298から301に引き上げられますよ。さらに今回は専用装備の強化レベルの上限も300から310に引き上げられ、効果付き家具のレベルも31に引き上げられます。物語の続き、新しいエリア、キャラのさらなる強化が解禁されますので、皆様お楽しみに。同じく3月15日にキャラバンの新シーズンが開始します。キャラバンコインショップの報酬内容更新と新しい仲間料理が登場します。新シーズンのキャラバンをお楽しみください。バトルアリーナシャッフルの開催情報です。バトルアリーナにおけるグループシャッフルを3月15日に実施予定です。新しくなった環境で心機一転、上位を目指していきましょう。3月15日よりコネクトショップが追加されます。ガチャを1回引くごとに獲得できるコネクトコインを使用してマスターピースなどの貴重なアイテムと交換することができるショップとなっております。また2024年2月15日15時からアップデートまでにガチャを引いた回数分のコネクトコインを配布します。コネクトショップを利用してプリンセスナイト強化やキャラの強化を進めましょう。詳細はお知らせをご確認ください。ルナの塔の開催情報です。3月16日からルナの塔が開催予定です。今月は新たな階層、ストーリーの追加はなく既存の階層の追加のみとなりますのでご注意ください。
またルナの塔次元断層が同じく3月16日から開催予定です。この機会にぜひ挑戦してみてくださいね。クランバトル情報です。3月26日からクランバトルが開催予定です。今回のモード切り替え期間は3月19日から開始予定です。モード切り替え期間中にメンバーと話してクランモードとシングルモードのどちらでクランバトルを楽しむか決めましょう。またトレーニングモードは3月23日から開放予定です。トレーニングモードでクランバトル開催に備えましょう。キャンペーン情報は公式 X およびゲーム内お知らせをご確認ください。以上プリコネインフォメでした。さて今回はプリコネームリズキーキーさんからのリクエストで発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング29よりワクワクサマータイムを聞きながらお別れです。プリコネームリズキーキーさんからはこんなメッセージもいただいています。先日のキャラクターライブで拝見し、どの動きも全てが可愛く3人で一生懸命練習したんだろうなと思うと涙が出てきて、ずっと涙ぐみながら見ていました。こんな尊いものを見せていただき誠にありがとうございました。いつか水着バージョンでも見てみたいです。ありあり、まあ、ありではあるか。これ大きくして言っていこう。こんな風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けています。お気に入りの曲や思い出の曲の投稿お願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので、詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますので、お気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネーム焼き芋と抹茶とプリコネが好きなキシちゃんです。焼き芋美味しそうでしたね、食べたい。ということでプリコネーム焼き芋と抹茶とプリコネが好きなキシちゃんはプレゼント@響き-radio.jp プレゼント@響き-radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので、張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第338回は3月21日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。ではプリコネチャンネルリダイブ第337回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオト、ポッコレ役伊藤美久と、キャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ。この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ウィー、お疲れ様でした。ちょっと皆さん聞いてくださいよ。あらやだな、今日当日まさかよ。あら、3月14日って言うじゃない。やだ、もうちょっと早く言ってよ。あんたも何ももらってないんだけど。何ももらってないわよ、私たち。あれおかしいわね。まあ、あげてないからだ。あげてないからだ。そりゃそうだよ。もらったら嬉しい、ホワイトデーの。お菓子？はい、プリンセスちゃんたちに。ういー、なんでも嬉しいけれども。何も嬉しいな。いろいろ意味あるって言いますよね。マシュマロが何とか、キャンディーが何とか。もうそういうの考えないんですよ。考えないようにしよう。言ったものがちょっとなんか悲しかったら悲しくなるから。お菓子に罪はないないから、勝手につけたやつですかね。何食べようかな、何食べようかな。マカロン欲しい。いやー、おしゃれ。手作りでお願いします。手作り、ハードル高い。レベル高いの求めて。なんだろう、私カステラがいいです。わー、いいな。カステラ、カステラ、あ、カステラとか言って。カステラはあの、あっちの四角い方の四角い、はい。あ、四角くないカステラってなんだ。ベビーカステラ。あー、お祭りのな。あれもいいですけどね。確かに確かに、美味しいけど。カステラもいいな。カステラがいいな。
いちごプリン。おーかわいい、かわいい、いちごプリンもいい。なかなかこう季節限定じゃないですか。なかなか買えないじゃないですか。そうですね、ください、ください。食べたいです、はい、待ってます。プリンセスたち待ってるからね。いつでもいつでも こちらまで、ね、プリコネチャンネルまでよろしくお願いします。ということで、それではまた来週お会いしましょう。ゲームもラジオもお楽しみに。バイバイ。